ソウル特別市都市鉄道公社7000系電車は、1996年10月11日に営業運転を開始したソウル交通公社7号線の通勤系電車。ソウル特別市都市鉄道公社5000系、6000系のデザインをほぼ踏襲している。7000系は 4M4T の8両であり、同時期に製造された8000系とは、両数以外同じである。 ウスツム産電製の運転管理制御システムトゥギーズを搭載していて ATO 使用したワンマン運転時の運転支援を行っている2000年の路線延長の際に二次車を増備した1995年から1996年に大宇宙工業で製造し701から717編成が導入された GEC アルストム製の GTOVVVF を 搭載している。側窓は2枚窓になっていて上部が開閉するうち倒れ式となっている。1999年から2000年に関心重工業で製造し718から762編成が導入された。東芝製の育部と VVVF にレベル参照、電圧型 PWM インバーターを搭載している。外観の変更点は外反ビートが省略され、前面では 行き先表示 LED の大型化と窓枠が黒塗装された。側窓は一枚窓となり、開閉はできない。2010年に8 0 0 0系の821.822編成を組み合わせた7 0 0 0系7 6 3編成が加わった。ソウル交通公社の編成番号は4桁の車号の内号車を意味する100の位を除く3桁で表現する。 2003年の手口下鉄放火事件を契機に強化された鉄道車両の難年基準に沿って2005年までに内装材改造を完了した。この事業には一次車を高一企業二次車をロテムが担当した。座席はステンレスに変更され火災警報器と客室非常用インターホンを設置した。2005年1月3日午前7時13分頃、 カリボン駅を発車し、鉄山駅に向かっていた7017列車の後2両目で、カリボン駅から乗車した48歳の男が、新聞紙にインカ製の液体を巻き火をつけ、鉄山駅で逃走した。火は座席に燃え移り、乗客が隣の車両に避難し、火災警報を鳴らし運転士と指令室に知らせた。その中の一部乗客は、消火を試みた。 7時16分頃指令室からの連絡により、光明駅の駅員3人が駆けつけ乗客全員を下車させた後に消火活動に当たった。駅からの連絡により指令室は沈下したものと判断してこの電車を終点の温水駅まで回送運行の指示を出すと同時に反対行き電車の運転見合わせ指示も解除した。しかし、 車両交尾部分ではまだ火の手が燃え続けていて、温水駅にて消防隊の出動により8時54分頃に完全に沈下した。これにより752編成のうち3両が全焼し、10時45分まで7号線全線、運転見合わせとなった。人命被害はなかったものの、運転士、駅、指令の判断ミス、連絡体制が取れていなかったことと不燃化対策が、 完了していなかったことが指摘された。犯人は翌4日午後8時頃に水原駅にて任意同行を求められ、後に逮捕された。752編成の被災した3両は、同一仕様の8000系822編成から3両を組み込む形で置き換えている。ありがとうございます。